今日も知識で武装するナレッジアーマードです。今回は1961年東宝映画世界大戦争についてやつさんとお話ししてまいります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、1961年のうん、出だし長くね。何がたまたまそういう感じになっちゃった、ええ、あ、そうなんだ。そうですね、ね、10月8日ということでね、私の誕生日ですね、はい、っていうか別にこの年生まれたわけじゃないですが公開ということで、もう61年前ですから、ね、あ、恐ろしいですね。そうだよ、これを中間としてこれからさらに61年前ですから1900年ですからね。ああ、そうだよね。すごい、もうなんか歴史のね、もう中に埋没をし始めてきてる時代って言っちゃうと、うん、まあ、ちょっと年配の方には失礼なのかもわからんけど。そうっすね。松林秀英監督ということで、はい、この方はあれなんですよね、結構あの僧侶なんだね。そう、浄土真宗の坊さんです、うん、なんで結構内容が結構そういう仏教的な感じのアプローチのところ一面があるよね、これね、やっぱね。まあ、あのね、この作品に限った話じゃなくて、総じて、まあ、戦争、あの、いろんな、作品書くんだけど、うん、撮ってるんだけど、うんうん、まあ、どれも、やっぱ戦争ものに関すると、関するその悲哀の書き方っていうのは、ちょっと独特かなっていうイメージがある。まあ、もともと、脚本家に割とこう、忠実な人だから、あんまり自分色を出さないっていう人っていう意味では、うん、まあ、脚本家の力なのかもしれないけどね、うん、まあ、大体この人の作品って大体その戦争ものに関してはちょっと独特のこの悲哀みたいなのを感じるっていうのはあります。そうですね、まあ何しろバッドエンドなので、なかなか持ってこれをトラウマの映画と捉えてる人はなかなかいるよね、一定数ね、やっぱね。なんかまあちょっとこう、なんだろう、時事ネタに触れるわけじゃないけど、今ちょっとそういうほら書くっていうものに対してちょっとこう騒がれてる時期でもあるからさ、なんか、うん、やはりね、この世界大戦争になぞらえてつぶやいてる人とかツイッターでちょろ見かけたりするんだよね。そうなんだよね、これ今の時代にだからこそちょっとこうリアリティをさらにこう増してきてる感じはあるんだよね。そう、結局数年前のその何だろう、核兵器がその実際使われるとか否かとか、そういうなんか、なんだろう、リアリティを感じない時代に見るのと、今見るのじゃ、まあ、ちょっと見方が変わってくるのかなっていう、そういう感じだよね。うん、だから冷戦とかそういったものでの時代にこう危機感を持って描いたのかもしれないけど、まさに現実と今なりそうなこの昨今にこそ、まあ、見るべき作品としてまた浮上しているっていうところがあるね。そうだね、うん、まあ、そういう意味を含めて実はこれをさせていただいたんです。なるほどね、さすがですね。うん、まあ、この松林監督っていうのはね、帰ってきたウルトラマンもやってるんだね、すごいですね。そうなんだ、それちょっと抑えてなかった。そうなんですよ。だからそういうことか。何の回？何の回だろうね。ちょっとね、わかんない。そこは抑えてない今。いや、でもこの人さ、そう、ちょっとキャリア見てみたんだけど、そのさっき言った浄土真宗の坊主で、まあそのね、何しよう東宝の監督で、しかも従軍経験あるからね。そうらしいね。南方の福建省青森の方に150人の部下を連れてっていう、うん、人だから、うんうん、そう、生きて帰ってきてるから、もう現役リアルの軍人だからね、坊主にして軍人にして監督っていうさ、やっぱりね、この無常感を演出するにこう値するこの体験をしてきてるってことですからね、すごいですね、やっぱね。ああ、そうだね、人知の、ね、平和時ではまず得られないような体験っていうものを、ああ、まあ、文字通り修羅場をくぐってきてるからっていう部分もあるんだろうね。そうですね。じゃあキャストの話しますか。まあ、キャストもそうだけど、まずその、この監督松林秀英、音楽ダン・イクマン、特撮監督、うん、特撮監督円谷英二、うん、このトリオがね、そうですよ、円谷英二、我らが、そうそう、よくある、本人も気に入ってたこのコンビで、昭和34年、1959年の、潜水艦 E57 降伏せずと、うん、ハワイ、翌年の35年ですね、ハワイミッドウェー大海空戦、太平洋の嵐。で、まあ、この世界大戦争の2年後に太平洋の翼でも、この3人っていうのはこう、タッグというかね、うんうん、トリオでやってるんですけど、うん、まあ、ずいぶんこの組み合わせっていうのを監督は気に入ってたみたいですね。ああ、
これあれだよね、このイラストも小松崎しげるさんというすごい強烈な人が、あ、そうだね、書いていくんだ、ね、プラモデルの箱書いてた人ですよ昭和のそうですね。で、プロデューサーがね、いつもの田中裕子さん、藤本真澄さんで書いてあるんだけど、実質はその上司にあたる森岩尾さんという、まあ、当時の東宝のドンと呼ばれた人が、まあ、制作ということで、実質制作はこの方だった。で、美術は、この前見てきましたけど、特撮美術の神様こと井上康之さんが手がけて、そうなんですよ、ね、これあのシーンさ、これのメイキングシーン、この、ね、井上康之店でやってたよね。そうそうそう、最後のね、爆発のところを再現、水槽に、そうそう、水槽に絵の具を、ね、落としたやつを逆さに映してるっていうメイキングシーン、あ、これだと思ったもん俺見た時、で、背景はね、クレジットでは鈴木福太郎さんという方が書かれてますけれども、うん、雲の神様こと島倉フチムさんも参加しております。あ、出ました、これもね、井上関さんでね、でっかいパネル壁画が書いてましたね。もうなんか特撮の神様、ね、神様ばっかり、ね、神様ばっかりですか。そうですね、島倉さんの本、本買いましたよ、特撮の空っていう本。おお、そうなんだ。ここにありますね、ちょっと画面出しておきましょう。はい、これです、特撮の空というこう本がありまして、ウルトラマン。だってね、いまだに現役ですからね。そうですね、2022年現在放送中のウルトラマンデッカーでも相変わらず雲書いてます。あ、ウルトラマンデッカー書いてんの、すごいね。書いてる、キャストにいるよ。うん、キャストというか、スタッフロールで、あ、いるの、名前ある。この人の名前は特徴的だからさ、なんかこう、なんつうの、このビジュアル面、ビジュアルで覚えてるからさ、あ、この感じって並びってなると、すぐ分かっちゃうね、これ、ね。これは結局あれでしょ、1940年生まれの、後期2600年生まれだから、プチブって。そう、そうらしいね。ああ、これもね、なんか2人で話したもんね、前にね、その話。そう、うん。なるほど、そうですね。まあ、いわゆる制作陣はそんな感じですかね、目立つところから、いや、そうそうたる顔ぶれで素晴らしい、そうですね。そしてで、まあ、キャストの方ですか、キャストの方ですか。まあ、フランキー堺ですよね、これはね。いやー、この、まあ、この時代前も、ゴラスの妖精ゴラスの時にも話しましたけど、この時代っていうのは本当三船敏郎みたいな、その、なんだろう、超巨大な人がドーンといるんじゃなければ、基本はツインキャストというかね、2人主役とかそういう感じで、撮る感じが多いでしょうね。多分ね、役者の序列っていうのが難しかったんだと思うんだよね。これね、この頃って本当序列すごいもんね。そうで、しかもほら、なんだろう、この場合、まあ、フランキー堺さんと宝田明さんっていう、ね、二大巨頭なんだけど、それぞれ、得意ジャンルが違うでしょ。社長シリーズとかでこうコミカルな、役回りをしたり、あるいは私は怪になりたいっていう、作品でこう先般の話、ね、不条理な、そう先般として最後ね、裁かれてしまう悲哀の床屋みたいな感じの、そういうこともできるフランキー堺と、あとやはりメロドラマの帝王というか、そのフランキー堺が持ち得ない芸風の方をもう一人の宝田明が抑えるっていう、こうなんか全部乗せラーメンみたいな感じ、ね、そうね、この2枚目3枚目を柱に置いた主演っていうのがすごいよね。そうね、まあまあ、あまり笑いっていう方向には全然行ってないんだけどね、この映画の場合はね。そうそう、なんかね、この絶望が迫れば迫るほどこう悲しみが日常の悲しみがなんかね、浮き彫りになっていくっていう描写がすごいよね。これね、なんかさ、当時のその、これは1961年当時の庶民の感覚ってのはどうしても我々分かりにくいじゃん。なんか、このフランキー堺演じるところのこの田村茂吉っていうのがさ、この人タクシー運転手をやりながら株でこうなんかね、そうね、お金をこう稼ぐっていうようなさ、だからそれってなんか庶民のなんかデフォなのかなみたいな、ちょっと分かりにくい。まあでもそうなんです、株でそうなんか足りないところを補うみたいな、成功者のうちには入ってんだろうねきっとね。戦後16年が舞台だから、まあだから戦後苦労して裸一貫からやり直して、家ぶっ立ててとか言って、で、やめ、ね、
娘にも嫁をあのなんていうの、いい向こうを選んでやんだみたいな、なんか、なんか言ってて、結構ワンマンお父さんなんだね、結構ね。まあまあ、昔のテンプレートでしょ、これは。ある意味ね、もう俺が稼いできてやってるんだ。そうそう、だからその、下宿させてるっていうのもすごいね、2階にね。そうだね。宝田明。しかもアマチュア無線とかちゃんときっちり入れてるからね、あれ。電気代とか相当やべえんだね。ごくつぶしもいい。自分のね、血を分けた息子の趣味ならまあ許せるけどさ。あんななんかさ、もうさ、床抜けそうな機材を持ち込んでたよ。しかもずっと本人はいないって何なんだと思うよね。本当だよね。いや、設定むちゃくちゃなんですけど、まあ面白いですね。まあこの2人、フランキー酒井さんとその宝田明さんっていうのは、まあそのいわゆる、なんだろう、まあ、シュートと娘婿かっこ仮の間柄なんだけどさ、うん、まあ、実年齢で言うと実は5歳ぐらいしか違わないんだよね。ああ、まあそう、老け役なんだろうね、フランキーさんがね、うん、そうだね、うん、そっか、そう、うん、まあこれ結構当時の冷戦の様子をこう分かりやすく描いてる感じで、このなんつうの、割と制服とかでこう、こっちが資本主義陣営とこっちが社会主義陣営だってなんとなく分かるんだけど、結構結局みんな全て英語で喋ってるんだよね、これみんなね。まあまあしょうがないよね、それだね、そこはね。でもあれだよね、同盟側と連邦側っていうさ、あ、そう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 、なんか手塚治虫のさ、来るべき世界っていう、SF、初期 SF 三部作の中で、うん、アメリカをスター国、ソ連側をウラン連邦って言ってるのとあんまり結構変わんなくてさ、あ、まあ、なんとなくニュアンスでその、アメリカだの、ソ連、ソビエトだのは言ってないんだけど、うん、どっちだかは分かるでしょみたいなさ、そうだね、書き方で、ね。だからまあそれだけ世界が二分化して分かりやすかったっちゃ分かりやすかっただろうね。まあそうだね、そういうの、そうだよね、うん、まあ、特にこの時代って結局1959年だっけ、キューバが革命を起きて、うん、でこの翌年ぐらいにキューバ危機ってのがあるから、まさにそのキューバっていう、なんていうのかな、こう喉元に、うん、社会主義陣営がこう来たことでアメリカが慌てて急激にこう大国同士のボルテージが上がってた時代だから、うん、まあ、だから何気なく作ったっていうものではなくて、全然もうもっとこう、なんていうのかな、本当に核戦争起きるかもっていうさ、そういう緊張感がある中で作られた作品。だからやっぱさ、当時の人々のやっぱトラウマ映画になってるわけで、これ押井守も小学生の時にこれ見て忘れられない衝撃を受けたって言ってるんだね、未だに。で押井守も自分自身の番組で特集組むぐらいこの、映画にもうめちゃくちゃトラウマになってるらしいよね。そうだね。そう、これ実はでも東映の第3次世界大戦41時間の恐怖っていう映画と、まあ、競争で作ってて競り負けちゃったから、競り負けちゃった上に内容が酷似してるからってことで、うん、内容とタイトルが12回変わったっていうね。ああ、そんなに今日の、いわくつきというかね、その、まあ、結局この第3次世界大戦41時間の恐怖っていうのはほぼ1年前、1960年のやはり10月に放映されてるんだけど、うんうん、それに負けたっていうことで、こうそこから多分ね、こう内容の改編とかに時間がかかっちゃったから、ほぼ1年遅れでこの作品がっていう形で、うんうん、放映されたっていう、なんかそういう裏事情があるみたいですね。そっか、これそうなんだよね、これこういう映画ってまあ多いようであんまりこうないじゃん、このバッドエンドで核戦争が起きてドーンって終わっちゃいますし、みんな死にましたみたいなやつって、まあアメリカの方の映画とかも含めると、まあ時々はあるんだけれど、うん、まあ、日本ではこれ以降ってどうだったっけかなって、なんかちょっと出てこない感じで、ね、だからそれでも希望はあるみたいな終わり方のやつはあるんだろうけど、これ本当にはい、はい、破滅ですっつって終わっていくっていうのって本当に衝撃だろうね、きっとね、やっぱね、まあ、誰も幸せにならない結末だからね、うんうん、バッドエンドってまあそういうもんなんだろうけど、でもなんかもしかしたらなんか奇跡が起きるんじゃないのっていうさ、ものを一切持たせないで、持たせないね、ドカーンって言って、しかもそれで首都壊滅しましたって言ってさ、うん、生き残った船に乗ってた人たちも東京に帰ろうって言って、なんでもそこで戻りしてやるのみたいな
まあいかにも日本人らしい、やっぱこのね、祖国のねあれをね、行く末を自分の目で見届けたいっていうあれなんでしょうね。だからこのラストのこの、だから、誰も幸せにならないんでね。そうだから、その呼びかけが、なんていうの、呼びかけっていうか最後にラストにこう出るじゃんか、テロップが。ね、だからこの物語は全て架空のものであるが、明日起こる、ね、現実かもしれない、しかしそれを押しとどめよう、我ら全てが手をつないでっていう、このね、いかにもソウルらしいこの終わり方がすごいなっていう、この壮絶だなって思ったんですよね。なんかでもさ、我々は当然こういう世代はじゃないからさ、何とも言えないけど、なんだろう、この時代、まあ、初代のゴジラとかからもそうなんだけど、そんなにそのテーマが 重くする必要あるのって思ってしまうよね。なんか娯楽の王様だから な、まあ、なおさらこう、なんだろう、数多く出てた時代だったからこそ、まあ、テーマっていうものをより重く強く出そうっていう、まあ、そういう雰囲気の時代だったのかもしれないけど、我々の頃の映画でそういうのってあんまないじゃん。あのね、これね、俺小学生の時にね見たのがあって、これあのイギリス制作の風が吹く時っていうアニメ映画なんだけど、これがこれに繋がってんだよね。でこれレイモンド・ブリッグスさんっていう人、あのあれですね、今年ですよ、今年の8月9日に亡くなったんですけど、イギリスのあのスノーマンのっていうあのなんていうの、絵本描いてた人だから、ほんわかした絵柄の人なんだけど、その人の原作でこの大島渚監督が監修、日本語監修して、アニメ、これ小学生の時に見たんですけど、これがまあ私もトラウマになりまして、これもあれなんですよ、核戦争が起こって、これはその生き延びるんだけど、その放射能でだんだん衰弱して死んでいくイギリス人の夫婦の話なんだよね。でまあそのエンディングのこのデビッド・ボーイとか、音楽がピンク・フロイドだったりとか、結構これ1986年の作品なんですけど、これが私の子供の頃にはもうトラウマだったって、これ系譜なんだやっぱね。ああ、なるほど。ああ、いやもうちょっとね、あ、これそうだ、風が吹く時に感じたこの無常感だと思ったんだよ俺。ああ、まあ多分影響とかはあるんだろうね。うん、あれ絶対あるよこれ、うん、ね、だからこの日常の描写がこうリアルで幸せそうな感じがであればあるほど訪れる絶望感が大きい、この振り子っていうの、はい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 、だから壮大な死亡フラグなんですね、この前半の1時間半そうなんだ、すごいんだよね、1時間半ひたすらひたひた引っ張って伸びきったゴムをパーンと離すんですよこれそれもさ、なんかなんだろう、こう保育園っていうか幼稚園の運動会とかを見せたりさ、そう離れよう離れようとしてる離れよう離れようとする雰囲気から一気にドーンと落とすっていうさ、そう で、 すよ。でなんかもうこれでなんかもうこれから戦争が始まりますよってもう確定になった時に、その時に子供たちがもういくつ寝るとお正月を歌うわけですよ、無邪気に。もういくつも寝ないよと寝れないよ君たちとこれがさらに悲しみを誘うんですよ。子供たちは何も知らずに未来に希望を見出して、もう少しでお正月は楽しみだねって言ってるわけですよ。わあ怖いこれその時のあれですよね、あの、今は何、今コモさんって言わないのかね。いやー今は保育士さんですね。保育士さん、白川由美さんですね。ああ、白川由美さんね、ミスカじゃない、うん、ゴラスか、ゴラスの方、みんな大好き白川由美さんですねみんな大好きなんだ、それで、お父さん入手ってこちょっと老けすぎじゃないと思うんだけど、ね、いやちょっと老けすぎだったねちょっとまあ年の離れた親子っていう感じなんでしょうか。うん、まあそうですね、星ゆり子さんとかお美しい、なんかもう星ゆり子さんこの時17歳ですよ。あ、17でこれやってんの。17ですよ。いやー達観してるねそうで、この当時聖華学園女子高等学校の3年生で、うん、1年後輩に日活の吉永小百合さんがいます。おっ、もうみんな大好き吉永さんです。そうそう、いやもうあの我々の親世代はもうドンピシャですから、ね、あのタモリがあのガチ恋して早稲田大学入ったって。そうそうそうで、この星ゆり子さんと吉永さゆりさんは、この世界大戦争をベネチア国際映画祭に持ち込む際に、まあ、松林監督らと共にイタリアに渡ってるんですよ。おまあ、芸歴で言うと吉永さんの方がラジオ出演ということで2年先輩、うん、映画は共に59年の同時期っていうことでね、よく調べてんな、まあ、仲良かったらしいですね。
ですよ。で開幕、都電が走ってる風景とかさ、うん、ほら妖精ガラスの時にもほらヘリコプター乗ってるところからこう昭和30年代の東京を用取ったっていう話多分したと思うんだけど、うんうんうん、まあやっぱりこの時代の東京っていうものをよくぞ残してくれたって感じだよね、なんかね。ああそうね、こういう記録映画にも近い感じするよね。このまだこのあんまり高いビルがなくてみたいなさね。そう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 、これをこれ総天然色でやってるわけだから、もうなんつうか、うん、この価値は高いよね、そういうのかね。このさ、このでも繁栄なんか戦後16年ね、こう終戦から戦後から立ち直ってきたっていうところの映像にさ、うん、キャバレーのラインダンスが入ってた。あったあったあったあラインダンスってそのなんか現代の象徴なんだみたいな。いやそうだから、華々しい象徴でしょやっぱりこうね。ああ、何か90年代とかだとあれベルファーレとか、あのお立ち台ギャルでしょうねやっぱり女の人がヒラヒラしてみんなで退去して踊ってるのは花があるんですよなんか樹里線を振って、そうそう樹里線をツーアンリミテッドの曲に合わせてこうなんかね、ヒラヒラさせるっていうのは、まあ90年代だったらそういう感じで書いてたのかなって思うと、俺キャバレーのラインダンスっていうのはね、あごめんなさい、キャバレーのラインダンスっていうのはやっぱりちょっと我々の世代の感覚じゃないからさ、なんかああ時代だなって思って見てましたよ。あれだよね、銀座でなんかグリコだか森永だかのあれが球体がまだくるくる回ってた頃の銀座の、ああそうだろうねそう、もう本当に昭和30年代、なんだろうね、道路を行く風景がオート三輪とバイクばっかじゃないですか。やっぱね、やっぱ、うん、やっぱ中、ほら、ね、二昔前の中国がね、そうそう、だから80年代の中国っぽいんですよ、もう、まあ、あれに自転車が変わったら完全に中国ですね。そうそうそう、だからああいうこれから熱を持って発展していく国っていうのは、やっぱりね、二輪が強いんですよね。あそうだ二輪が支えてんすよ。見ててさ、車のヘッドライトがみんな丸型なんですよ。あ、これ時代変わってますね。そうだね。アメリカがね、1974年まで丸型ヘッドライトってのは義務化してたんですよ。だからアメリカから影響を受けた日本も1967年昭和42年に2代目ファミリアが登場するまで右を習いで全部車って丸型ヘッドライトのみだったんですよ。ああ、まあ縦目であっても丸型だったわけだね。そうだから丸を横に並べるとかそういうことはしても、ほら、その後のどうだろうな、クラウンとかでほら真四角のヘッドライトとかが昭和40年代出てくる感じなんだけど、うんうん、それ以前は全部丸型っていうね、もう本当これ丸型しかないっていう時点で、あ1967年より前なんだなっていうね、そういう想像ができる。まあそういう時代交渉もできるってことだね、やっぱね。そうそうそう、あでこれ野球とかも映像でありましたけど、うん、これねプロ野球の巨人戦です。お投げてホームラン打たれてるシーンなんだけど、投げてホームラン打たれた背番号26のピッチャーはこれね、中村実選手って言って、うん、平成初期に巨人藤田監督時代の中村ピッチングコーチなんですけど、おう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 、これこの人のこの投げてる映像これしかないんですよ。え、記録に残ってないの？いやもううん、だから当時のメディアで残ってないんだよね。それが映画になってんだ。そうそうそう、そういうのある。野良犬とかでも当時の川上選手時代の巨人とかが巨人戦を志村貴史と三船敏郎が見に行くっていうシーンがあったりするんだけど、それがすごい貴重だったりするとかねやっぱりね、記録媒体としても優秀なんですよ、映画っていうのは。まあそうなんだね、時代を反映してんだもんね、ダイレクトにね。そうそうそう、うん、そうそうそう、やっぱこの頃の映画ってやっぱスピード感あるもんね、やっぱね、そういったなんかね、撮って編集してリリースしてっていうのがこう、回転が速いっつうの。ああそうだろうね、うん、だからまあそういうの見ててもなんかやっぱ熱を感じるよね、そうやって高度経済成長期の日本人のなんかどうにかこう復興して盛り上げていこうっていう感じがね。だからこの頃の時代ってさ、働いたら働いただけちゃんとミリがあったからみんな頑張れたんだよね。そうだね、あと、まあ、人口も増えてたし、ほらそれこそ日本が我々がもう、 こう生まれ育って大きくなる頃っていうのは経済的にほら世界2位とか3位とかって言ってた時代だけど、うん、まだこの頃ってそのまだ上行けるまだ上行けるっていう時代だったから、うん、やっぱり雰囲気が明るかったんじゃないのかな。みんなね、希望を持って仕事してたんですよ。俺いつか俺だってって、だからだって、ね、いつかはクラウンっていう言葉があったんですから。そう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 、うん、まあだからほらこの田村
村茂吉っていうのはそれこそ上昇志向の塊みたいな。そうそうそう、だからこれが体現してんだよ。だからあれだよね、この時代、うん、時代の人たちのこの熱量を体現した茂吉なんだよね、きっとね。そうそう、ニコゴリみたいなもんなんだよ。ニコゴリだよ、本当本当本当に本当に、うん。で、宝田明さん、まあ、2022年、今年の3月に88歳で亡くなられたばかりですけど、まあ、去年、うん、初代ゴジラの回でも話しましたけどね、うん、昭和29年、1954年に初代のゴジラで、南海サルベージの尾形役で華々しくデビューしましたね。やっぱり船乗りなんだよね。そうだね。この時、まあ、なんだろうね、この。こっちの加山雄三さん、まあ、この時代から出てきてるけど、加山雄三さんとかもそうだけど、そうなんだよ、やっぱ船乗りってかっこいい職業だったんだろうね、昔はね。うん、いや、まあ、頭が甘いマスクでさ、風来坊でね、メロドラマの申し子のような、まあ、男前ですよね。いやー、なんかね、やっぱね、眉毛と目の距離が近いっていうのは、やっぱこの頃も正義だったんだね。なるほど、これね、だからウルトラマンのスーツアクターの古谷敏さんが敬愛してやまない役者さんなんですね。何かっていうと宝田明さんを出すからさ、これノンクレジットだけど古谷敏さん出てるよね。出てる出てる、最後リュウチシュウさんが喋ってて、うん、その宝田明さんが聞いてる後ろに映ってるんだけど、いや、ビンさん曰く、なかなか自分の方が背が高いから、うん、宝田明さんの近くに行くとなんか自分の方が生えてしまうから、お前は宝田明の近くに寄るなって言われてたんだよって言ってるけど、ここではちゃんと後ろに映ってる、ね。ああ、もうね、やっぱあれ見切れちゃうんだろうな、でかすぎてね、うん。そう、でこの時代、東宝の15期のニューフェイスは、ほら、二平さんと古谷敏さんなんだけど、うん、この時期って、まだ敏さんの方が、ちょっとこう、映画的には、うん、出る、美味しい、より美味しい役だったね。二平さん出てたの知ってた？ああ、テレビに映った、なんか歌ってた。みんなで4人ぐらいでこう歌ってる中に、1人、二平さんいたりするんだけどさ。うんうん、いやー、すごい。あ、ユーミーはまだね、うん、出てる感じかな。そうだね。まあまあ、まあ、ちなみに古谷敏さんはウルトラマンのスーツアクターの方ですよね。そうそうそう。うん、で、二辺さんは、入れたいんですよね、ウルトラマンね。そうです、そうそう。っていう、まあ、それちょっと知らない人のために言っておきますから。あ、そう。親切な宝田明さんっていうとさ、我々の世代だとさ、覚えてるかな、90年代初頭にさ、うん、緊張の温浴湯っていう入浴剤の CM 知ってる？覚えてないかもしれないな。チンパチン、気持ちよろちん、うれちーちーんっていう軽妙な音楽で、タオルで股間を隠しながら踊り狂う陽気なおじさんっていうね、こうファーストインプレッションだったんですよ。あ、そう、覚えてる。これがね、いや、だから親世代に聞くと、宝田明がって言って、みんな軒並み唖然としてた。ああ、そうなんだろうね。あの晩年あれですよね、NHK のコント番組出てたよね、宝田明さんはね。ああ、そうそう、だから本人は、うん、そのなんだろう、こうまあ、メロドラマとか、うん、その厳しめな 役回りとかも得意としてた割には、本人はすごい割とノリのいい人というかさ、なんかだからその CM もだから裸でタオルで股間隠しながらで、股間が見えそうになったらさ、もうなんか宝っていうキャッチで股間を隠すような激しな CM だったんですけど、ね、まあでも実際宝だ、宝なんだよ。YouTube にもあるんでちょっと見てほしい。そうですか、見てきます。そうそうそう、うん、そうっすね。でこれ、あれですよ、内閣、内閣、首相役が山村壮さんです。ああ、山村壮さんだったね。うん。うん、キスカの、山村中将です。うん。山村、山村。うん、あ、そうそう。で、まあ、戦後最大、戦中戦後の大スターですね。うん。うん、で、外相に上原健さんがいるじゃん。うん。加山雄三さんのお父さん、ね。そうそうっすね。これね、上原健さんに関しては松林監督が個人的になんか自分があまり生かせなかったって発言してて、ミスキャストだったって言ってちょっとね、回想してるんですよ。あ、そう。まあ、どこら辺のことを意味してるのかよくわかんないんだけど、うん、まあ、この内閣はね、まあ、盟友揃いなんで、まあ、それ以上の存在感出すのはどのみち難しかったんだろうと思うんだけど、うんうん、
松林監督にとってはね、初めてメガホン撮ったのが、新東宝時代の東京のエクボっていう映画なんだけど、うん、その時の主演がこの上原健さんなんだ。ああ、ははははは、そういうの。そうそう。で、この世界大戦争の2年後にも太平洋の翼という作品で、うん、まあ、上原健さんに参加していただいてるっていう感じで、なんかね、結構好きだっては言ってるんだけど、うん、この作品に関してはうまくなんか回せなかったって、ちょっと後悔してらっしゃったね。なるほどね。いやー、うん、そうですか。そうそうそう。で、他に目立つところというと、まあ、外国人の中に2人ほど、この人はっていうのがいて、うん、フランキー堺はほら、運転手やってたでしょ。うん、で、それ乗せてたメインのお客さん。ああ、記者の人。うん。ワトキンスっていう人なんだけど、うん、これジェリー伊藤さんといって、モスラの中で小美人を売り物にしてたネルソン役の人です。最後、銃で撃たれて、殺されちゃう役なんですけど、この人は、まあ、ハーフなんだけど、うん、そうそう。だから、たどたどしい日本語を使ってるけど、基本は日本に住んでた人だから。ああ、わざとはね。わざとやってるんだ。そうそうそう。まあ、あるよね、なんていうの、戦意高揚映画でさ、うん、なんか、まあ、お隣の国とかで、ほら、あるでしょ、なんか、あるある、アメリカ兵を連れてきたって言ってさ、なんか、うん、いや、あんた、どう見てもアメリカ人じゃないよねっていう役者さんがさ、いや、もうそうですよ。だから、ハリウッドだって日本人って絶対中国人じゃんっていうの使ってるじゃん、だって。そうそう、だからそういうことなんだろうな、ね、そういうことなんだね、やっぱそうそうそう、だから人種が違うともう分かんないんだよね、ちょっとぐらいの差って。そうだから、同盟国側の通信員かなんかにね、うん、やはりトルコ人がいるんだけどさ、うん、よく、東方映画とかにも出てくる人なんだけど、オスマン・ユセフっていう役者さんがいて、うん、この人ゾク姿三四郎とかで、米兵で藤田進さんに投げられたりする人だった、役とかで出てるんだけど、うん、初期のプロレス界の、ユセフトルコっていう、まあ、選手兼レフェリーのお兄さんの人なんだけど、うんうんうん、この人もよく出てる。そうそう、でもトルコ人というか、まあ、ウィキ見ると生まれがオスマン帝国になってる。本当かよ。ただトルコになってないからさ。本当かよ。いや、オスマンユセフっていう、まあ、芸名なんだろうけど、すごいよね、生まれがオスマントルコ。オスマントルコの人が。あ、そう。まあ、そういうな、ね、時代のそういう、ね、歴史の中の人みたいな感じ、うん、そういうのがいたり。いや、このぐらいの時代ってギリギリそういう人いるよね。まあそうだよ、だって1900年代初頭はもう我々の中では教科書の中の世界だけどさ、そうだね、1961年の映画だからさ、うん、当然その頃に生まれた人たちはそういう出身とか、ね、だからね、そうだよね、だから皇帝とかいるわけじゃん、各国にね。まだこのぐらいの時代ってね。そうだよ、うん、だってあれでしょ、宝田さんだってあっち、満州じゃない、どこ生まれだったっけ、ハルビンかなんかで生まれてるんだね、この人。あ、だからやっぱりそういう時代に生まれた人たちだからさ、うん、やっぱ出身が意外なところで違ったりとかさ、うんうんうん、そうそう、そうですね、だからまあ、まあ、うん、時代をやっぱなんだろうな、うんと、この先見性があってもう今の時代でも十分通用する内容なんだよね、このその大きい流れだとね。そうだね、そこがやっぱ普遍的なテーマなんだろうなって思うよね。やっぱその核戦争に限らず大きい戦争が起きるとか、うん、世界が滅ぶとかっていうのはずっと言われてきたわけで、うん、で、そう、これからっていう時にそういうことが起こって滅びて死んでいく人たちの話の悲劇っていうのはもうずっと昔からやっぱあるわけだよね。はいはいはい、はい、うん、だからこういうテーマっていうのは今後も絶対あるし、現実となってくることもあるだろうし、まあ、そういうところにをこういうふうな当時の時代の背景をこう投影させながら作ったっていう意味でのこの歴史的意義っていうのは非常に大きい映画だなってやっぱ思いますね。そうだよね、なんか今じゃ逆に作れないでしょ、うん、今の作り方だとちょっと違ってくるやっぱね、まあ、うんうん、まあ、作ったにしてもなんかもうちょっと変な妙なテーマがなんかしゃしゃり出てきちゃったりとかさ、
やっぱ商業映画だからどうしたってやっぱりこういろんな人たちの利権が絡んでくるから、こういう純粋にこういうなんかね、シナリオに特化したようなものって多分作れないよね。こういうんなこんだけ 大型資本が動きながらだよ。いやだから今の時代でも不可能だなって思いますよ、こういうこれさ、でもウィキ見てちょっと笑っちゃったんだけどさ、世界大戦争は、制作費が3億円、で配給収入が2億8999万円で、もう赤字じゃねえかあれっていうさ、ね、もうそういう時代でも1961年っていうとそろそろっていう時代であって、まだそんな社用完全に社用ってほどではなかったはずなんだけど、映画産業がね、制作費が膨らみ始めちゃってた割には回収できないっていう時代に入ってきてたのかもしれないね。ああ、まあそっか、そういうことなんだね。やっぱりこうやっぱ映画が乱立しててみんななんかほら今のネットフリックスみたいにもう何から見ていいかわからんかったんじゃないの？どうだろうね。でもなんだろう、前世時代からこうずっと見てる人たちからしたら別にそこで困るってことはなかったと思うんだよ。まあなんだろう、そういう時って結局ほらずっと車一度買ったらずっとトヨタで通すとかそういうのと同じで、なんかずっと東宝見てた人は松竹の見ないとかそういうのはないのかな、わかんないな、映画の場合は。ああ、でも昔はあったかもね、ひいきにしてる配給会社というか制作会社の。それはあった、あったと思うけどね、役者さんのひいきが強くて、当時はほら専属契約だったからっていうことの方が強いのかもしれない。まあ、あとタイトルがさ、まあまあこれ見りゃ分かるんだけどさ、なんとか大戦争とか宇宙とか宇宙大戦争とかなんかなんとかなんとか戦争とかいっぱいあってももう分かんないのよね。これね、そうオーディオコメンタリーでこの松林監督言ってたけど、他のなんとか大戦争ってのと一緒にされるのが本当に嫌だって言ってた。だよね。空想特撮ものだと思われるのが嫌だったらしくて。そうだよね。だってこれ本当にリアリティ路線の本当にね、映画なんだけど、まあ、特撮使ってるっていうのもまあちょっとちらほらあるから、なんかそういうふうに見ないで、そういうふうにどうせなんとかなんでしょってなっちゃいがちだろうね、きっとね、やっぱね。まあでもさ、タイトルの付け方だよね。だから怪獣大戦争とか宇宙大戦争とかあるじゃないですか。世界大戦争ってあったらね、やっぱ同じようなもんなのかなって思っちゃう。思っちゃうもんね。そうなんだよな。これ最後の、第三次世界大戦が始まるきっかけとなった、その世界に核ミサイルが飛ばされて爆発するシーンっていうのが、あれですね、ウルトラセブンの、そう、地上最大の作戦の、これね、各都市の爆発シーンに流用されてるってこと。だからこれ結構円谷英二さんも自分の代表作に挙げるぐらい傑作のシーンだったらしいね。ああ、なるほど。だったらしいってから、これが本当だから、ウルトラセブン の最終話見た時に、いやよくできてんな、これのために撮ったかと思ったらやっぱ違うんだったわってなんだったもんね。まあまあめっちゃ金かけてんじゃんと思ったらさ、やっぱ国会議事堂とかであれが溶けてさ、なんかねあれになってるじゃん、溶岩の海みたいになってるじゃんか。した後なぜ溶岩がっていう気持ちですよね。そうなんだけど、円谷監督、溶岩好きなんだよね。大怪獣ラドン、1958年ぐらいの大怪獣ラドンとかさ、あと日本誕生っていう2年前の映画でもとにかく溶岩を流したがるんだよね。映えるんでしょ、やっぱりな。今だってインスタ映えと一緒で映えです、やっぱり今この頃から映えなんですよ。まあ、まあいいですけど。そうだからね、まあちょっとストーリーの方に戻るんですけど、この田村茂吉が住んでるのって、実は今私住んでるところの超近所なんですよね。あ、そうなの。そうあれっていうのはその場所にセット組んでるの？いや、もう既存の家。どうなんだろうな、どうなんだろう、そこら辺はちょっとチェックはしてないけど、上中里、京浜東北線の上中里周辺なんだよ。で、土手川、高い川、で、住所あれ、もろに言ってたんだけど、それ現在のね、どっかの、学校の敷地内なんですよ。上中里って北区。ああ、そうなんだ。東京の北区。ああ、北区に。見晴れしたくないんで、これぐらいにしときますけど。まあ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 。
なんだけど、そうだね、今上中田って本当何もないよね、本当住宅地だもんね。そうだね、なんか駅前にそれも土手下側にセブンイレブンが1軒あるぐらいの。そうだね、俺上中里探検しようと思って降りたら何もなさすぎてびっくりして、もう早々に王子に退散した思い出があるもんねあれ、あの土手側に行ってもうちょっとあの坂を登っていけばもうちょっと栄えてるとは言わないけど、まあ、広い道には出るんだけど、本当にあの駅周辺は何もないっていうね。一軒ね、なんか喫茶店兼飲み屋みたいのがあって、そこに一応頑張って入って、そして頑張って入って、なんかちょっとあのお酒注文したら、あのあれでしたね、まあちょっとあのひどい目に遭いました、ね。まあ、悪口じゃなしで。そうそう、いやだってバレちゃうからね。そうか、そうか。それはそれで、まあいいんですよ。ね、まあまあその思い出で申し訳ない。この最後さ、モールス通信でさ、うん、お互い幸せだったねってね、うん、やるね、もう泣けちゃうね、こうあの幸福だったねですよ。あ、そう、ね、幸せだったねじゃなくて幸福だったね、そうか、幸福だったねって言ってるのか、そうだ、いやそうですね、あのモールスでやり取りするっていうところがね、そうね、なんこれだからさ、こういうのって現代ではできないじゃん、なんか LINE でやり取りじゃ全然なんか縮小気味でしょ。あ、そうだね、やっぱこう、そう、いわゆるなんだろう、カタカナ文字の妙というかさ、うん、電報みたいなもんじゃないですか。うん、電報ですよね、うん、あの母既得みたいな5文字がこうなんかすごいドーンってくるのと一緒でさ、うん、やっぱカタカナで幸福だったね、高野さんありがとうっていう、これカタカナでのやり取りっていうのがなんかこう、まあその雰囲気を盛り上げる。まあでも本当にあの、ね、東京壊滅の瞬間まで電気が通ってたんだなっていうのはすごいですよね。ああ、まあそういう考え方、そうだね、確かに、うん、なんかそういうなんか放棄してみる、なんかね、電力会社も何かを放棄するとかそういうのじゃなくて、ちゃんと最後の瞬間まで仕事してるっていう、うん、すごいな。あのなんだっけ、あの幼稚園のさ、そのほらお母さんがなんかほら母子家庭のお母さんがなんか品川の方に働きに行っててさ、うん、でなんか戻って息子、娘だったっけ、うん、ところに行かなきゃって言って、なんかこう途中で倒れて、ああって言ってたけど、それで終わりなのみたいな、立ち上がりゃいいんじゃないのみたいな感じで、まあ、あれだけはなんか謎演出だったな。謎演出結構まああるはあるんだけど、やっぱその結局戦争が起こってしまう理由って結局わかんないんだよね、あれもね。まあまあまあ、うん、そう、まあそこはあんまり掘っちゃうとね、そのそれに至る過程とかも説明しなきゃいけなくなるとか、そういうことがあるから、まあ、うん、そう、なんかわかんないけど戦争起こりましたって、ほら、うん、あの庶民視点だとさ、その戦争が起こるきっかけとか起こった動機とかっていうのはまあどうでもいいっちゃどうでもいいから、まあね、そこを庶民目線に落とすんだったら、やっぱりある日突然っていう形の方がやっぱこう悲劇性は増すんじゃないかなその割にはミサイル誤射するのを何回か防いだりとかって、こういう細かい描写いっぱいあるんだよね、その前に。やってたね、だから2回やる必要あったのかなそう、だからお互いさ、お互い戦争を本当はしたくなかったっていうことをここでやりたかったっていうことなんだろうけども、そう、だから結局ベーリング海で何かがあってっていうので、何かっていうのがまああったんだろうけど、まあね、明確にはそういうのを描写されてないっていうのもまあ一つの、まあ、考察のあれで範囲があって、なんか西側、まあ、同盟国側とほら連邦側っていう曖昧な言い方だったからさ、なんか38度線で戦争が始まった、止まった、ベーリング海でどうたらって、なんかあっちこっちになんか戦争の火種がさ、あって、あの戦場が映ってて、なんかそこだけはちょっと、もうちょっと一点に絞っちゃってよかったんじゃないのかなっていう気がしないでもないな。そうね、なんだかんだでこれさ、朝鮮のさ、この北緯38度線で一旦核兵器使われてんだよね、もうね。そうなんだよね恐ろしいよねいや本当だったら、今だったら本当にね、北の方がやりがちな やってしまいがちなことなんだよね、恐ろしいこと。まあまあそうだね、うん、だから本当にね、これあのあながちこうなんか絵空事じゃないっていうことだよね、これね。そう、2年前までは絵空事だったんだよ、これは。うん、でも今だから、まあまあ北朝鮮のね、核に関して
これで見てもまだでもそこまでじゃない、結局今っていうこのご時世に見るから、うん、本当になんか改めて視点が変わるんじゃないかなっていうことで そうですね、本当に、うん、なんだろう、タイムリーっていう言い方、60年前の映画でタイムリーっていうのもちょっと妙な言い方なんだけど、うんうん、だから本当に今の人が見ると刺さるものが絶対あるんだろうなっていう感じしますよね。そうだね、うん、絶対なんか刺さってもらわないと困るっていう部分はあるよね。まあ、ピンとこないと困るでしょうとかありますね。何もふーんで終わっちゃうとちょっと待ってってなっちゃいそうだけど。そうですね、まあそんな感じですかね。じゃあそうですね、とにかく、うん、今だから評価っていう言い方じゃないな、うん、なんか視点が一つ増えた映画っていうことで、うん、まあね、見てない人はもちろん、まあ、ここまでネタバレしちゃってるからね、今更見てくださいも何もないんだけど、ああ、まあ、見直してください、見直してほしい映画っていうことでね。そうですね、そうですね、うん、という感じですね。この世界的な緊張が高まる中、はい、八津さんからのこの要請を受けて世界大戦争の話しようぜってことで私ももう見ましたけども、本当にもう全然古いとかじゃなくて、今だから見て、ね、それこそこの最後のテラップで出てくる、ね、しかしそれを押しとどめよう、我ら全てが手をつないでって、まあ、ちょっとそういう、ね、一元的な話ではないんですが、まあまあでもやっぱりこうちょっと意識をそっちに向けるっていうことも重要なのかなと。これからウクライナで何かが起こるかもしれないし、わからないからちょっと注視していきましょうよというところです。これちょっと一つちょっと言い忘れたことあったんだけどさ、宝田明さんと藤井百合子さんがどっかの公園でデートしてるシーンあるじゃない。ある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 、あれどうだ、あれって和田倉新噴水公園っぽいんだけど、和田倉噴水公園自体は平成に入ってから作られたんだけど、それ以前からあれ噴水あったんでしょ。いやでもあれってほらご成婚の記念で整備されてるから、うん、どうなんだろうね。でも1961年ちょうどだから映画が作られた年ぐらいにあれ整備されてるらしいんですよ。ああ、じゃあもう整備されたてで行ってるのかもしれない。まあ今はまた全然あれが違うけどね、風景がね。だってあれのすぐ近くでほら、あの前話したけど、あのウルトラ Q のモンスターが最初のシーンが撮られてるから、意外とそういうところで撮ってんじゃないかなとか思いながら見てたんですよね。あ、そうですね、まあ、ちょっとそこだけ気になりました。そうそう、あれも俺も気になった。それはどこなんだろうと思った。あ、まあそういう感じで、まあこうやって、ロケ地とか聖地のこの考察も今も全然できるっていうことで、みんな世界大戦争を見ましょうということで、はい、はい、ということで今日は八津さんと1961年の東宝映画世界大戦争についてお話ししてまいりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。